泉山地は、九州南西部海岸沿いにおいて、東西約 30km、南北約 15km の範囲に横たわる山地である。渋山地とも呼ばれる。北側には、出水平野及び、日殺火山群、南東側には、北薩火山群及び、宮野城盆地、南西側には、川内平野を排しており、西側は東、品海に面している。鹿児島県泉市、 石佐市、薩摩町、薩摩仙台市、阿久根市にまたがる。紫、小山を除いておおむね標高400から600メートルの山々からなる比較的低い山地である。観覧の山地となっている。泉山地の地質は九州山地南東側と同じく四万十層群と呼ばれる地層からなっている。山地の中央部を 延岡紫か山構造線が、産地の西端部を仏像構造線がそれぞれ、通っており、どちらの構造線も泉産地付近を境にして、方向が変化している。この構造は、北札の屈曲と呼ばれており、中心より、沖縄トラフと日本海の拡大に伴って地殻が折り曲げられたことを示している。この屈曲に関連して形成された、隆起地形が、出水産地である。 山地の北部に出水断層帯と呼ばれる活断層帯が走っており1997年には鹿児島県北西部地震が発生した紫、小山の西側にはシビカ黄岩体と呼ばれる約1500万年前に形成された直径約1 1トルの河黄岩ドームがある泉山地において紫、小山の標高が抜きんているのは河黄岩ドームの形成に伴って 周辺の地層が加熱され緻密なホルンヘルスとなり、侵食から取り残されたためである。町田洋保家編、日本の地形7九州、南西諸島東京大学出版会、2001年、ISBN4 から13から064717から、2、松本達郎保家、日本地方地質市九州地方、朝倉書店、1973年、ありがとうございます。